よし、ちょっと行きましょう。ネット炎上ミッケってことでね、昨今 SNS や、ね、しかも YouTube とかでね、炎上炎上というふうなのよくあると思うんですけれども、僕なんかね、そんな炎上するような規模の人間でも何でもないんですけれども、今後ね、実際何が起こるか分かんないんで、このゲームを通して、炎上の何たるかを学んでいこうと思います。いきます。ケース1、写真投稿で炎上。怖いよね、これ。写真の内容とかよくあったよね。あのコンビニバイトの人がさ、アイスのところでなんか入っちゃって写真撮ってみたいなね。問題1、 JK アイドルがこれを飲んだら炎上。どれがダメだろう。何フォロワー数が2000人ぐらい。なるほど、そこそこ。清宮マリン、JK アイドル、高校3年生のアイドル、モーニング乙女14期生、マジ恋学園室主演でパンケーキ好きと。なるほどね。撮っちゃうもうすぐ気づいた。左側だね。いろんな写真が上から、例えば友達とあるみたい、マニキュア塗ってるとか、自宅最高とかあるけど、左で、真ん中の左やね。どう見ても写真撮ってるの男やから、これやろね。え、違うの、違うの、画面真っ暗ないけど。じゃあどこだろう。JK アイドルはこれを飲んだらって言ってたよね。これを飲んだら、じゃあ飲み物、でもどう見てもコーヒーだしな、飲んでるやつは。あー、なるほどなるほど。うわー、気づかなかった。右下だ。よく見たらこれお酒がある。あ、なるほど。確かに、まあまあ、JK アイドル、写真撮ってるのは男の人とはいえ、別にね、だってマネージャーさんかもしんないし。なるほどね。友達とのツーショットに思いっきりビールが映り込んでますね。ノンアルなんですとか言い逃れして無駄。無駄の言い方がもう完全にディオ様。次。アイドルにはいてはならない、ある存在が映り込んでしまっている。あ、それはもう、あ、じゃあ、なるほどね。あ、その指示されたやつを見つけろってことか。さっきは、これ指示されてなかったからダメなんだ。なるほど。あ、髪の毛の色からしてマネージャーではないだろう。さっきの俺の案、一気に潰されてるな。これでは優秀なネット民たちに住所が特定されてしまう。まあ、これやろね。でも炎上ではないんじゃないかな、これ。部屋で撮った写真、外に見えるのは東京タワー、見える角度で彼女の住所は丸分かりだ。だからもう言ったら炎上っていうか、ちょっとネットリテラシーみたいなところを問うてるんやろね。第4問、これを家で育てているとなるともう何も言い逃れできない。引退どころか逮捕されちゃう。何、タイマかな。タイマ、あ、よく見たら左下これタイマじゃん。なんかさっき急にちょっとアプリが強制終了しちゃったんで、いきなりケース2になりますけれども、続きやっていこうと思います。問題1、大事故につながりかねない投稿は炎上。大事故につながりかねない分、まあ下やろね。友達がふざけて線路の上で踊ってた、マジウケる。まあこれはもう普通に危ないもんね。でもよくさ、なんかあったよね。僕も小中学校時ぐらいかな、同じ学校じゃないんだけど、こう線路の上に石を乗っけて遊ぶ子供みたいな。分かる？電車が通るあの線路の上に石乗っけて、で下手したら脱線したりするやんか。そうやってこう遊ぶみたいな。信じらんないよね。でもそういういたずらとかしてる人がいるらしいよね。あれ全然問題見てなかった。待って。トラップガード、バイトテロ発動。じゃあ上かな。はい。なるほどね。こういう風なのよくあるよね。こう、食べ物を粗末する系っていうか、不衛生な感じのね。お店の制服を着て商品で遊んでしまったこちらの投稿。企業に3億円のダイレクト叩く。そうよ。ほんとそうよ。もう企業のほんとなの、損失半端ないよね、ほんと。あとさ、これほんとにどうでもいい話ないけどさ、なんかね、俺が昔子供の頃、世界丸見え見てたらさ、衝撃映像みたいなので、監視カメラに映ってるやつで、なんかね、こう黒人の女の人が、ピザを作ってるの、ピザ屋さんで。ほいで、何するんかなと思ったら、こうその辺飛んでるハエをね、手掴みでパッて掴んで、そのピザの生地にこうやって練り込むんよ。
で、なんかもうその辺のなんか何やったっけ、自分のなんか鼻ピーって噛んだやつとかも練り込んで焼いて提供してんの。半端ないよね。俺あれ見てからちょっと宅配ピザ食えなくなったもんね、子供の頃見てから。そうだから本当ね、ダメよみんな、バイトとか遊びでそんなしちゃダメよ本当に。全然問題見てなかったけど正解しちゃったアイスの冷蔵庫に入るというバカッターの伝統芸能体冷えてるそうですが SNS では見事バーニング。バカッターにも権利はあります。バカッターにも権利はあります。あ、なるほどね、これだ、マヨマヨーズさんだ。こいつマジありえないって言って、特定したやつを乗っける。なるほどね、これはちょっとやりすぎだもんね。個人情報を故意に流出させてしまった模様。そんなことしなくても暇なネット民が特定するんでやめておきましょう。まあ結局特定されるんだろうね。まあまあまあ。次、決算。ストーリー投稿で炎上。面白いリズムに乗せてもダメなものはダメ。ストーリー投稿で炎上。ポイポイピー。どれかなぁ。まあ右下やろうな。これ。まあタバコのポイ捨て一番いいからね。一昔前に流行ったリズムに合わせたタバコのポイ捨て。え、そんな流行ってたの？タバコに限らずポイ捨ての投稿をやめましょう。え、そんなバカみたいなの流行ってたの？マジで？すごいね。そんな流行るとかあるんだね、そんなことが。二重でやっちゃいけないことやってる。なんだろう。どれかな？まあ、右上かな。彼氏がバイク取ってくれた。どういうこと？バイクと、あ、なるほどね。バイク盗むのと、ノーヘルで乗ってるとか、そういうこと？相手をボコボコにしてバイクで奪い去るという、世界一極悪なストーリー、マフィアがびっくりです。そうね、あ、ボコボコにしてあげく奪い去るってことね。そうね、尾崎豊ですら、盗んだバイクで走り出すだけやもんね。持ち主ボコボコにしてないもんね。そうそう。問題3。誠心誠意対応してもらったのにこの仕打ち、鬼畜すぎて炎上。まあ、左下やろね。店長に文句言ったら最終的に土下座しよった。よくないね、こんなんも。ああ、CM。確かに店側にも非があったのかもしれません。でも覚悟を持ってした土下座をネタにするのはひどすぎるという正論が飛んできます。これ多分さ、これ問題に出てくるやつって全部実際にあった炎上なのかな？ぽいよね。先ほどのお方、最後までしっかり炎上。左上、あ、なるほどね、なるほどね。右のバイク取った、盗んだやつが左側で逮捕されちゃった爆笑なんだ。すごいね。でもここまで一貫して SNS に投稿するのは、ちょっと、なんかね、むしろなんか筋通ってるっていうか、かっこいい、かっこいいのか。先ほどバイクを盗んで炎上した お嬢さん。自らの逮捕まで投稿するという剛腕エンターテイナーでした。ご迷惑をお祈りします。あれ、ね、家の写真これないのね、さっきのダブルピースの、ケース4、動画投稿で炎上。まず企画自体が炎上案件ですね。パトカーの上に立ってみた。まず企画自体ってもうこれやろね。実際にあったというこちらの事案。パトカーに傷をつけたということで、損壊容疑で逮捕までされてしまうことも。お企業のモラルは、企画のモラルは考えましょう。ケース2、実際にはもっとひどいことしてる。なんだろうな、関連動画かな。パトカーの上で寝てみた。いろいろあるね。職質されたのでインタビュー返ししてみた。なんだろうね、パトカーの上で寝てみたやろね、多分。あ、違う？実際にはもっとひどいことしてる？なんだろう？なんだろうね。広告は関係ないでしょ。すれ違った人全員に喧嘩吹っかけてみた。違うっすよね。職質されたので。あ、よく見たらこれパトカーの上に立ってるんじゃなくて、なんか人殴ってない？これ。これ。もう一回ここじゃない？あ、やっぱり。なんと止めに入った一般の方と揉めて殴ってしまったようです。殴り合いの場合は喧嘩両成敗で済みますが、間違っても一方的に暴行する動画を上げないように。まあでも普通に喧嘩しちゃダメだけどね。批判されてムカついても投稿者がこんなことしたら炎上確定。
これか。下だ。限度というものがあると思いますっていうふうにコメントしてる人に対して、うるせえな、お前に見てもらうために動画上げてるわけじゃないんだよ、一回死ねっていうふうに、これやろね。投稿者が過激なコメントを書いてしまった場合、炎上してしまうことが多いようです。YouTuber やるならば、アンチは友達精神でないとやっていけません。なるほどね。僕も基本的になんかそういう攻撃的なコメントとか書かない。まあ普段から書くこともないんやけど、でも基本的にはやっぱ書かないかな。炎上でバズった動画に便乗するのもダメ。なんだろうな、炎上でバズ、あ、これだ。俺はパトカーの上で寝てみた。話題性のあるネタに乗っかるのはいいと思いますが、元ネタが炎上案件になります。それどこ参考にしとんねんって話だもんね。元ネタにも細心の注意を払いましょう。